皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日はですね、右肘の使い方、これを理解することによってバック飛びさせる、ドライブをバック飛びさせる方法をちょっと今日はお話ししたいと思います。これ右肘、ここね、使えないと利き手ですからね、ここをどういうふうに使うかで、飛距離って変わってくるので、この話を聞いてヘッドスピード測ってみてください。位置でも上がるかなって、上がった人コメントを書いてくださいね。上がりましたってね、それすごい嬉しいんでね、よろしくお願いします。これめっちゃ重要な話ですよ。で、何かっていうと、右の肘を絞って使う人、っていう話です。要するにこういう人、こういうふうに使う人いるでしょ。これでこの感じを作っちゃうとどうなるかっていうと、もう明らかにこのクラブフェースが右を向くんですよね。で、だけど右肘曲がったのを当てろっていう人、右肘体の近く通ってる人、皆さんプロはって、この形だけを真似ようとする人がめちゃめちゃ多くて、これをやって失敗して脱落してる人が多いわけ。じゃあやっぱり伸ばした方がいいんだろうっつって、こうね、ちょっと違うんですよ、やり方をね、ちょっと変えてほしい。今日はね、これ3つのポイントで右手の使い方をちょっと解説しますよ。これね、めちゃめちゃ大事です。全部大事です、3つともね。なんでしっかり聞いてください。で、1つ目は、右肘は離してから引きつけるです。離してからですよ。引きつける動きの前に必ず離す動きがあるってこと。どういうことかというと、まずはダウンスイングの時に、僕の左足見て、こういうペアな動きね。ですか。ここからこう来て離すと、ここに空間が生まれるの分かりますね。つまり踏み込むという動作でこの動きが離れる動きになります。つまりダウンスイングの入ってくるところでは少し遠ざかるんですね。この踏み込みと遠ざかる動きをペアで考えてください。そうすることで、ここが空間が1ミリでも 0.5 ミリでも 0.1 ミリでも離してください。この離すベクトルが一瞬で回れば OK。 これが広がればそれは飛びますよ。だけど無理だから、なぜかというと背中が耐えられません、普通の人は。なんでかというと、もうかなりストレッチかかるから、ここまで行くとね。これができたら、この後にめっちゃ引きつけてもめっちゃフェース変える時間あるんですよ。だけどいきなり入っちゃうとどうです、これ、ここ伸びてないからこう間に合わん。だから絞っても、絞った後にここら辺にボールがあるならいいよ。野球だったらいいかもね。ゴルフボール下にあるから、相当遠ざかんないと、ここでインパクトのイメージがないと間に合わないので、ここの離しが必要なんですよ。で、離す動きは右手と左足なので、こういう動きね。だから右手の一本、片手振りとかで踏み込みながら離してから、こういう風に素振りでもいいから、これ難しいからね、こうやって構えて踏み込んで、こんな感覚から、あ、ここちょっと離れる感覚ってこういうことかなってイメージしていただくと。こういう感じで、足と手がこう使う感覚でパワーって生まれるから、手だけでやんないとね、こうやってダブっちゃうからね。離す動きと踏み込む動作で、そしてこの背中がクニュッと伸びるから、伸びたと思ったら、こう筋肉の伸びからバーンと振ると、これでめちゃめちゃ飛ぶ。つまり肘を使うってことじゃないけど、背中を使う、足を使うってことだね。肘使うことじゃないんだけど、でも肘は結果的にこの後にここは近づいてって、どういう風にしても全然構わない。その前段階で絞らないでほしいというのがまず一つ目。これは皆さん重要だと思いますよね。これまず意識してください。で、この時に右の手首見てくださいね。トップの時に僕の右手見ててください。これトップですね、このぐらい。
ほとんど曲がってないの分かります？なんか皆さんなんか肘絞るから曲げたくなる人が多いんだけど、これ曲がってませんからね。曲がってるのはここです。いわゆるこう手首の背屈という話ですね。背屈してるけどここに張りがあるの、これみんなで分かってないんですよ。肘を使いたいって言って肘曲げる人はこれアウトね。なんでかったらこれこんな風になっちゃうから。これ本当にまずいですからね。おい、めちゃもう練習しててこういう人めちゃめちゃこうやってもうこれやっちゃうともう振り遅れちゃってフェースが開いちゃうから、必ず腕は伸びたままでここだけの可動域にしとくんですよ。でここはゆるゆるだけどここの張りは作っとくと。そういう風にすると右手に背屈が生まれるんで、こうやって距離が生まれる。え、届かなくないって言って届きますよ。ほら届くからね。うまく背中を使ってあげて、そうすると伸ばして伸ばして離して最後に絞る、伸ばして離して最後に絞る、こういう風になるわけ。こういう使い方ね。これをこうやると、これ五木ひろしっていうね、昔ね森進一っぽかったけどね しらけたね。しかもなんか古すぎるね。はい、すいませんでした。こういう感覚に伸ばしてくるから非常にほらためが生まれてくるわけだから、右肘を曲げた方がほらためできないの。ほらこうやって右肘曲げてこういう姿勢ね。逆に腕が伸びてる方がここにためが生まれるので、こういう使い方の方がパワーが出ますよってことです。そうすると肘が体に近づくようにインパクト、でも離れてる、こう伸びてるところから絞っていくということです。これめっちゃ大事。これ2つ目、そして最後3つ目、これはね感覚的な意識なんですよ。そこを踏まえていくと、この2つの話を総合的に考えて、肘はゆるゆるしっかり、どっちでしょう？しっかりだね。手首はゆるゆるがっちり、どっち？ゆるゆるだね。ゆるゆるしっかりしっかりしっかりだね。ここ以外全部しっかりです。ここ以外しっかりすると手首が柔らかくなるけど、肘しっかり、体幹しっかりでこう打つとヘッドスピードが上がります。だからここだけ柔らかくしておいてください。そして離してからしっかりと体体幹全身使ってこう振っていくと、そうするとねヘッドスピード上がりますし、肘の使い方がうまくいく。ダメなのはとにかく肘をこうターゲット方向に絞りながら持っていくともうフェース開いちゃいますから、ここはゆるゆるで腕が伸びたままで離してからくっつけるようなイメージで打っていくと。この感覚が分かるとしっかりと脇が締まる練習になります。あのヘッドカバーを挟んで打つという練習が以前あったと思うんですけど、これね、はい、あ、そっかそっか、それとの違いだよね。それとは矛盾してませんか？あ、そっかそっか、これヘッドカバーですね。確かにそうだね。だけどこれ見て、締めてるけど離れてるね。離れてだから意図は理解したらできる。これみんな絞ってこうやって使うの、もう絶対に落とさねえぞみたいな、そういう風にしちゃダメ。これで腕が伸びたまま離す感じで、だけど落ちないっていうぐらいのこうやって近づこうとさせようとして脇を締めちゃダメっていうふうに考えてみてください。じゃあ脇はある程度締まってもいる。あ、そっかそっか。それで言えばでもね、ここ開いてもいいんですよ。あとはここ開いていい、はいはい、で締まる。さっき言ったように開いて締まるで全然構わない。ただどうしてもこう暴れちゃう人にはつけて練習してもらう。でかつつけてもここは離れてる感覚っていうのを理解するってことですね。なるほど、うん、肘ね、そういう方にとってはですね、うんうん、そう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 。だから、いずれにしてもどっちもいい練習なんだけど、もうある程度できてる人は逆に離れて締める方が距離も出る。あ、うん、じゃあ本当に人それぞれっていう感じですね。そう、だからそれはあなたにはやった方がいい、あなたにはやらないっていうのがあるので、俗人的だからこういうのもサロンに参加して僕に動画を送ってきてください。そしたらいろいろと、あとはもう普通にレッスンに来てください。札幌とか全国でやってますから、はい、
じゃあ本当にまあ、練習場でもそうやって何か挟んで練習されてる方ってたまに見かけると思うんですけど、うん、ああそういう練習してる人も、まあ、それをしてるからといっていいとか悪いとかそれだけ見れない、うん、分からないってことですね。ダメダメ、あの練習の仕方じゃないんですよ。やり方を理解してる人は全然いいし、タイガーウッズだってやってんだから、うん、でもその人の症状に合わせた練習がいろいろあると。そうそうそう、だインパクトゾーンだけだったら逆に締めてていいよね、こうやってね、うん、ギュッてやってもいいよね、ゾーンだったらね、とかいろいろやり方ちょっと奥が深くて、やっぱりなかなかこう確率的にそう単純に伝えるっていうのはちょっと難しそうですね。いやだからまず理解するって重要で、それが理解したらできたと思っちゃってる人が多いんですよ。理解したできたじゃない、理解した練るので、練ってそれを、レッスンでもっと自分なりに自分流に作ってから、それはやっぱりレッスンとかそういう仕事になると思います、はい。そこにじゃあレッスンプロの力量が問われるというところですね、うん、厳しいですね、はい。ということでね、右肘の使い方をちょっと今日お話ししました。かなりバク飛びするというね、離す、踏み込むと離すがペアですよ。それから締まる、こういう動きになります。でそこからの、使い方としては腕が曲がってないってことね、ここすごい衝撃的なポイントだと思うんで、この2つをチェックしてください。あとは体幹、全身を使うというイメージになると、右肘を全身で使える、腕相撲と一緒、腕相撲手だけでやらないでしょ、全身で、ね、イメージ、体幹もしっかり使ってやっています。ここが閉まってる瞬間がこれでもあるわけね。ということで、今日は右肘の使い方、これ分かると飛距離伸びるから、右肘の使い方っていうのはね、しっかりと丁寧に練習してみてください。全身を使ったスイング手に入ると思います。頑張ってください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。あとレッスン本全国の書店にあるから、あるか Amazon でも売ってるんで買ってみてください。もう1年だったけどまだ売ってるからね、忘れないで。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。